日進月歩ということで、日に日に絶えず進歩すること、進歩の度合いが急速であること、日から月、これは日に日にそうなっていくという意味があります。ここでは進歩という一つの単語を二つに分けて、日にし、日に月に進歩するという、強調の意味を表すということで、これが、三省堂学研、三省堂の、新明解四十九号辞典、学研です。物事が日々絶え間なく速いスピードで進歩する様、小学館大生、日ごと日ごと絶えず進歩することということですね。類義語、日周現象、日進月移という2つの四字熟語があります。対義語もありまして、旧世、以前ということでございます。ということで、まあこれは文字通りということですね。一歩一歩前に進んでいくという、まあポジティブシンキングですね。そのポジティブな、考え方というのが、この日進月歩という意味が、込められております。ということで、今回の動画は以上となります。ということで、今回も四字熟語をご紹介させていただきました。またぜひ次回の動画を、そして過去の動画をぜひまた見返していただければというふうに思っております。ご視聴ありがとうございました。